などに登場する架空のロボットの分類の一つでヒーロー的なロボットの総称超科学的な巨大人型ロボットとして描かれることが多いマジンガー Z ではオープニングテーマ曲の歌詞にもスーパーロボットが書かれており代表とされる対義的な言葉としてリアルロボットがある超高性能ロボットの呼称具体的には 悪と戦うスーパーヒーロー的に描かれているものを指す。明確な定義はないが、おおむね以下のような特徴を持ったものが多い。など、おおむねその作品の世界におけるヒーローや救世主、人知を超えた力を、ロボットという形に具現化した存在とも言えるため、ヒーローロボットとも呼ばれるが、概念的なものであり、例外も存在する。 スーパーロボット対戦シリーズのプロデューサーである寺田隆信はスーパーロボットとリアルロボットの境目を説明できるエネルギーで動いているかであると語ったことがある。スーパーロボット対戦シリーズには当初からスーパーロボット作品だけでなくリアルロボットとされる作品からの出演があり一部の作品は 主人公をスーパーロボットに乗るスーパー系、リアルロボットに乗るリアル系から選択でき、主人公機のゲシュペンストにもリアル系とスーパー系の2、系統のパラメーターが用意されている。ストーリーの根幹や難易度には影響がなく、序盤の展開が若干異なる程度である。英検の UFO 戦士、ダイアポロン。 和光プロの愛心戦隊メカンダーロボ、日本アニメーションのブロッカー軍団4マシンブラスターと超合体魔術ロボ銀ガイザーはスーパー系に分類されうるがスーパーでもリアルでもないミラクルロボットという分類を掲げているスーパーロボットという言葉自体は古くから存在していた例として1963年に連載開始されたエイトマンでエイトマンが スーパーロボットと呼ばれていたことや、1968年に放送された、ウルトラセブン第1 4 1号話において登場した、巨大ロボットキングジョーが、ペダン製人のスーパーロボットと呼ばれていたことなどが、挙げられる。スーパーロボット、リアルロボットという種別の区分概念として、使用されたのは、テレビゲーム、第4次、スーパーロボット対戦が最初である。 そもそもこうしたスーパーという語も元はアメリカのコミック作品スーパーマンの影響がありスーパーカーという言葉に代表されるように極めて顕著に強力な存在を表現する際和製英語的にスーパーという表現は一般的に日本語で行われていたものであるそれ以降のスーパーロボット対戦シリーズにおいてはこの分類は基本的に動作における ロボットの性能によって分類され、防御力が高く回避率が低いロボットを、スーパーロボットないしは、スーパー系、逆に防御力が低く回避率の高いロボットを、リアルロボットないしは、リアル系と呼称する。鉄人28号モニュメント本概念の先駆けとして、横山光つの、鉄人28号が存在する。この作品は日本における巨大ロボット作品すべての、 原点とも言える。書出の漫画作品では、鉄人28号は、大日本帝国が、騎士改正を狙って製造した、決戦兵器で、鉄人を操るリモコンの争奪戦、リモコンの使用者によっては正義にも悪にもなった。後に、アニメ作品などが制作されるにあたり、いわゆる、正義の味方の主人公の相棒という設定が、全面に出され、 スーパーロボット的作風が確立した経緯を持っている。後に、長い豪原作のマジンガー Z の登場により、巨大ロボットに人間が乗り込んで操縦するという手法が確立し、この作品の登場によって、主人公とロボットの一体感、擬人化がなされた。その他、超兵器の装備、新兵器の追加や改造で、パワーアップを図るなど、 ロボットアニメの様々な基本フォーマットがマジンガー Z により確立されている。これらの設定によって今日のスーパーロボットの形の基礎が出来上がった。マジンガー Z 以外のスーパーロボットの代表的な作品として合体システムを確立したゲッターロボ、変形システムを確立した勇者ライディーンなどが挙げられる。一言にスーパーロボットといってもその機能形態は 背景となるストーリー設定で様々である。バンダイなどの玩具メーカーがスポンサーになっている場合、玩具として面白い作品になるよう設定されている場合が多い。いかに制作上の特徴的観点から区分してみる。口術の複数の項目の特徴を共有するケースが多い。人間と同サイズのアンドロイド系や、 その他自律型思考を持つ等身大ロボット。操縦者は一人、または存在しないケースも多い。その大きさのためにスーパーロボットのカテゴリーに加えられていないことが多いが、作中ではスーパーロボットなどの故障がされていることもある。など、人が乗り込んで操縦する元素系。操縦者は一人、または複数。 複数のメカが合体して一体のロボットになる形態のもの複数のメカが合体するもの複数のロボットが合体するものなどがあるまた変形できるものも多いなど変形機能を持つもの基本形態がロボット型のものとそうでないものがあるなど主人公が無線などで操縦を行う形態のものなどコアとなるメカ ロボットにオプションパーツを追加して、顕著に強化していく形態のもの、など、自ら人間と同様の意思を持つロボット。種類は様々で、自動車などの乗り物に生命体が融合し、ロボットのような形に変形するものや、AI が自我を持ち、言葉や自ら行動ができるようになるロボットもいる。その中でも、トランスフォーマーやマシンロボのように最初から、 ロボットの姿をしている無機質生命体も存在する。など、ありがとうございます。